日本の名作ドラマ美しい人をリメイク。顔を変え別人になった追われる女と彼女を愛する2人の男、真実の愛を描く大人のラブロマンス。チヒョヌが亡き妻の顔にヒロインを変える形成外科医を好演。リュスヨンが狂気の御曹司を圧倒的な存在感で改変する。悲しい時愛する。10月3日スタート。